ミスイン、はるか、まお、私たちはチェゴです。はい、ということで今日は、はい、せーの、仕返しということで今日はハルカん家に突撃訪問をしていきたいと思います。はい、この前はるかん家に子供ほが来たので、はい、今日は春まほで突撃をするんですけど、はい、まあ絶対ね、今ほとねでも焦って掃除してますよ、絶対に、うん、絶対焦って掃除してるんで突撃していきたいと思います。はい、ちゃんとね、持ってきたんであとちゃんと新居祝いも購入したので、うん、喜んでくれることを願って渡したいと思います。はい、ということでレッツチェック。到着したので呼び出しします。強かったらどうしよう、ね、全然違う人出てきた。クローゼット開けないで。誰がいる？クローゼット開けないで。男いる。クローゼット男いる。まあ、とりあえずどうぞ。お邪魔します。はい、ということでお邪魔します。お邪魔します。なんで来んだよ。なんかちょっと嬉しそう。そんな感じ。いや来るだろ。めちゃめちゃ綺麗にして待ってましたけど。ああ。予想はちょっとえちら言ってたんだよ。なんて言ってた？焦って掃除してますよ絶対に。絶対焦って掃除してるんだよ。絶対ことね。直前でねお掃除してるんで。え、昨日からやってた。あ、そう。偉いじゃん。わー！え、ここで僕泣くない？だって匂いは、うん、おー、え、開けていい？いいよ。匂いなんすよ。え？なんか予想外なんだけど。マジ？うん。どういうのイメージしてたん？イメージ？イメージは、うん、違う。うん。そう、イメージも、イメージもまあそんなにね、ないんだけど。僕らではないけど、なんか確かに、琴音のママが言う通り、男っぽいかも。めっちゃ男っぽいかも。男っぽいんですよ。確かに。え、でもまとまってる色とか。そうそうそう、統一感をテーマにして、ちょっと紹介していきますか。はいはい。まずですね、私の大好きなこれ、Amazon の机でございます。茶の机。こういうね、木のやつが大好きなの。かわいい。で、あとこれ。それストーリーで見たの。これはニトリで購入したんですけど、うち引っ越す前に、うん、あのこれをねずっと狙ってたの。でもこういう感じのお家にしようとか全然イメージ ついてなかったから、うん、まあ、大体ある程度家具を決めてからこれにしようと思って、うん、で家具をね、うん、その用意した後にこれを買おうと思ったらもうどこにも売ってないの。ニトリ、これそれどこ、どうやって買ったの。だからわざわざ送料払ってニトリネットで買った。あとこれはチョアからもらったライアンの加湿器、かわいい、スピーカーと、うん、あと携帯置き、うん、と、なんかね、お香ハマってて、ね、お香の匂いするもん、うんうん、そう、お店みたいな匂いしますよね。でも短いのだから10分ぐらいでお香もうなくなっちゃうから、うん、長いお香欲しいなって思ってます。へ、結構長いお香っていうとこう長すぎだろ。だいぶ長いやんそれ。フレグランスドンキで買いました。No. 前の家からあるやつだから、うん、もう全然匂いしません。じゃあこちらですね、アクセサリーコーナーです。わー、わー。無印で、あのこうアクリル系でやるのめちゃめちゃ憧れだと、うん、やっと実現できてめっちゃ嬉しい。ツアーからもらった可愛い子たちね。気になるね。で、これはパッチリシャーベルで、うん、いやだからマイメロ、あーしの家だやばい、ここにいる。え、ここが化粧水とかボディとかのコーナーで、でここは髪の毛のコーナーで、でここはなんかあ、どう座ってみるやん。なんかうちここがくつろぎスペースで編集とかスペースなんだけど、これ分けるのにめちゃめちゃ憧れてる。
このタトゥーめっちゃいいもん。めっちゃいい。うん、映えてる。いいね、いいね。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、じゃあカチューシャつけてみよう。カチューシャつけてみよう。カチューシャ見てください。これめっちゃいい。これめっちゃ可愛い。これはファンの一話からいただいた、うん、色紙たちでございます。いいね。嬉しいという。こちらのバランさんも。そうだね、獅子の間に。バランっていう名前でした。バランなんだ。このベッドすごくない？すごい。ベッドを見たらテレビ置けないなと思って。ちょっとここモザイクなんですけど。映しちゃう、映しちゃう。前、ダメダメ前の家から洗ってない洋服。あ、まだ洗ってない。まだ洗ってないの。テレビが置けないなと思って、これにするしかねえと思って。おいおい、映すんじゃねえ、映すんじゃねえ。パッと見、マジ男の子。そう。本当に、男の子が住んでそう。ね、うん、男の部屋だよ、ね。落ち着くでも。いいわ、照明も。これは、ニトリで買ったんですけど。うん、これね。わあ、すごっ。そう、普通に白とオレンジとにもできるし、白だけにもできるし、オレンジだけにもできる。え、すごい、ね、あ、ちょっと待って、待ってさ、男チーン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 男アウトだ。クローゼットの中怪しいよ。いや、クローゼットだって見ないでしょ。見ないけど、カメラ止めて見るよ。え、ちょっと待って、カメラ止めてみます。カメラ止めてみるよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って。何これ何これ絶対中に入ってるやつや。これ多分さ、抜いた形跡あるよね。やばい。3。たかし、かける。1。たかしたかしいたーたかしここから琴音さんに質問コーナーをやっていきたいと思います。イエイ。前回と同様でね、スタバを買ってきたので飲みっくりしながら。ありがとうございます。やった、嬉しい。じゃあまず、はい、琴音と真帆は新作のホワイトマンチャラチョコ、やったー、ね、待って、めっちゃ嬉しい。これ飲みたいって言ってたもんね。ずっと飲みたいって言ってて。 そしてはるかは抹茶クリームフラペチーノでーす。いつものやつ。そう、食べ物が、はい、照り焼き、ミストローネ。何それ？ミネストローネ。ミネストローネがことねるさんです。やったー、嬉しい、ありがとう。なんとか大根チキンナップ。前も食べてない。そう、これ好きなんだよね。ハムチーズトーストね。あー、出た、ハムチーズトースト。前も食べてるね。前も食べてる。ケーキしますか？はい、の前にちゃんとことねるプレゼントありますよ。ありますよ。フラフラン言うなよ。モモとはるかからです。新規は？そうそうです。やったー、イエーイ。重いよ、ちょっとね、うん、ね、うーんってなっちゃった。うん、ちょっとなんかね、大丈夫かなっていう心配はあります。ファンフラン行きたかったんだけど行けなくて。投げるな、人んちだぞ。あ、投げるな、自分ちだぞ。やばい、これはやばい。さすがにこれはやばい。これめっちゃはやばい。はるかんちって同じことする。やだやだ。3、2、1。え、何？待って、緑だ。え、めっちゃ可愛い。この家に絶対合う。うん、合うと思う。絶対。家電系じゃん。え、違う？え、めっちゃ可愛い。え、何四角い箱。
こちらは、はい、開けてください。開けるとともに言うね、うん、10? あ、どっち10せーの、ジュラリーボックス。おー、痛い痛い。ちゃんと見てください。すごい、こんなところにも。そうね、こいつら引き出し、引き出しって感じですね。指輪とかを入れられるんですよ、ブレスレットとか。でもね、あれを見たときにあれを見たときにちょっと大丈夫かなと思ったんだけど、はるかんちに行ったときにめっちゃいいなってことなんか言ってたから、確かに ねこういうやつなんかないんだよね、うちの家に。おしゃれっぽいやつ全部なんかスタイリッシュ系だから。確かに、え、めっちゃいい、一つのアクセント系になります。可愛、うん、いの似合ってる。めっちゃ嬉しい、ありがとう。よかった、嬉しい。これさ、あの紹介してる時のじゃあの、あーあーって言うくらいやばいよね。確かになんかちょっとさ、口数少なかった、ね。じゃあこちらですね、はい。アクセサリーコーナーです。わー。わー不安だった、不安だった。あ、それと、まあ毎回恒例の、あ、マミと、いいんですか。いきます。え、なんかいっぱい入ってない？いろいろ入ってる、いろいろ。じゃあまず1個目。ちゃんと緑。じゃじゃん。はい。もうなんかプレゼント恒例だってね、うちへのさ、プレゼント。ねえ、待って。ありがとう、一緒。すごい、なんかまだ、え？ちょっと待って、ごめん。まあ知らないからね。まあ知らないから。いや、でもめっちゃありがたい。スープめっちゃ好きだからさ。え、待って、いっぱいある。すみません、ありがとうございます。それでは、はい、琴音の新居にキャンピング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 、やば、え、めっちゃ美味しい。あのチョコよりも美味しい。チョコ飲んだ、どうだった？うまいよ、うまいね。それでは、じゃあまず最初、はい、ジャブ程度のものから見ます、うん、新しい家を選んだこだわりポイントは何ですか？この物件にした理由です。まあ、値段と広さですね、一番は。次、うん、最近買った家具は？何だ？最近買った家具、ちゃぶ台です。これか、ニトリ。今どきちゃぶ台言う人いるよ。びっくりしちゃったよ。びっくり返したい気分だよ。一人暮らしで大変だなって感じたことは？大変だな。おやめよ、マイク持ってるように見えるとにかく最初の手続きが半端なくうざかった。電気やら何やら、水道やらガスやら何やら。次、心霊現象はありますか？ええー。いや、これね、この家じゃないんだけど、めっちゃ怖いことあって、家の近くでね、普通に駅からこう歩いて帰ったわけですよ。で、まあ右手にね、団地があって、で、向こう、向かい側からおじさんがこう歩いて、なんか、カーキのさ、羽織に、ジーパンの、で、携帯じってこう、うつむきながらこう歩いてたね。で、あ、なんか、うちなんか気になっちゃってて、なんかずっとこう見ちゃったの。で、こうすれ違うときに、ちょうどなんか、電柱と、おじさんとうちみたいなところですれ違ったときのおじさんがピタッて止まったの。で、怖いと思って、その瞬間パッて前向いて、で、帰って、で、その日は何もなかったんだけど、なんか4日後とか5日ぐらいに忘れかけてたときに、普通に駅から、あの、家まで帰ってたんだけど、またなんか、カーキーの、ジーパンのおじさんが、そう、携帯歩いてこうやって歩いてきて、あれ、なんかこの人見たことあるなって、うちも忘れてたから、なんか見たことあるなと思って、で、こうこのすれ違う瞬間らへんにうち思い出して、あ、待って、あのおじさんだと思って、で、パッて見たらちょうどまた電柱、猫おじさん、うちの、あの3つのラインでまたすれ違うとおじさんまたピタッと止まったの。え、怖っと思って、でもパッて前向いて、で、こう、まあ、家の角曲がったんだけど、その曲がる時にね、まあ、ちょっと確認しようと思って、パッてこうやって見たの、そしたらこっち見てたおじさん、やば。でもそのおじさんももしかしたらことに対してそう思ってるかもしれない。マジそれありえるよ。ピタッて電柱の電柱緑俺次、
ぶりは出たか、もしくは、うん、出たらどうするか。ちなみに1個目の質問で言うと出てない、うん、置きZとかもなんもないし、網もなんもないからもう来たらうち死ぬ。でここでいた時の想像を、うん、パパどこ行く、やだ葉っぱ見てるのいる、パパ行こうぜ、パパ行く、行くぞ、なんか別にふざけとかなし、タカシとかそういうの置いといて、うん、地面に、いいよ、いいよ、一回が地面に言うと、うんうん、ないです。ないんかい。今ありそうな雰囲気だったんだ。あれ、行った方は、ん、おのぼっちで行った方は、確かに、行った方は、行った方は、え、これ、P 入る、あ、まあいいよ、入れてあげる、しょうがない、しょうがない、ないです。おい、マジでなんなん今の時間。男とデートはこの家だって、はい、うん、じゃあ、ピー入れても全然いいから、はい。あ、まあ、それはね、ちょっとさすがにね、うん、ちょっとさすがに、まあ、まあ、デートくらいはね、まあ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 、ないです。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。そして SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上、最後でした。たかし、もう来ていいよ。あ、あ、ごめん、ごめん、ちょっと、だって後ろすぐ出会わない。